皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生、そして国家試験浪人生の松葉による個別指導スクール、東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね、竹内療法、お話ししていきます。竹内療法はですね、皆さん結構見ていますと、その各論ですね、例えばガッターパーチャーとか、そういう一つ一つのですねことっていうのは結構皆さん覚えてらっしゃるんですけど、この大まかな手順っていうのが最もまあ皆さんですね苦手としているところでもあるんですね。本日はですね、こちら基本的な根管治療の手順ですね、こちら国家試験で重要になりますので、しっかりですね復習していきたいと思います。まずですね、まあこちら右食ですよね、あった場合右食を取っていくというのはまあ皆さんいいんですけども、まあ竹内療法をするにあたってですね、例えば細菌、根管に入ってしまうとか唾液ですね、そういうものを防いだりですね、あとは軟組織保護したりですね、そういったさまざまなことからですねラバーラン防止を行っていきます。しかしですね、そこでこう歯の脂質ですね、崩壊が激しい場合っていうのはラバーラムかけられないんですよね。そういう場合ですね、まず隔壁作っていきますね。隔壁を作ってラバーラムします。その隔壁をですね作る際はですね、この根管、間違えて埋めてしまわないように、しっかりですね確認してやるということが大事なんですね。そしてラバーラム防止しましたら、髄質開口ですね、これはアクセスオープニングですね、こちらを行っていきます。まずですね、こちら削ってですね、先行ですね、歯髄腔2個を到達するわけですね、先行する。で、そしてですね、その後点外ですね、上の部分、その部分をですね、こう取っていきます。そしてですね、この根管の入り口でもあるですね、根管孔ですね、こちら確認するんですね。で、こちら点外を除去するときはですね、このラウンドバーとか例えば使って取るんですけど、まあかき上げですね、下から上にこうかき上げて取るようなイメージ。そしてですね、この点外っていうのは例えば、結構取り残してしまったりすることが、あったりするんですね。それを防ぐためにですね、点外を確認する、これ有効端針でこう確認していきます。そしてですね、根管孔、まずこれ見つけないと治療できないんですけど、例えば高齢者とかですと、こちら点外とですね、とかがですね、まあこちらを探してですね、その後根管孔を探すときになかなか見つからないということがあるんですね。そういう時はですね、この磁気端子のスムースブローチとかですね、あとメチレンブルーですね、水溶液、こういうものでですね、例えば染色するんですね。そして染色して見ると、まあそういう時にですね、近年度は実体顕微鏡とかあれば見つかりやすいんですね。で、この後にですね、結構皆さん間違えてしまうのがここで、根管孔見つかって次にやることは何ですかといった時にですね、結構その根管長測定って答えちゃう学生さん多いんですね。根管孔見つけたらすぐ測定して深さ測るって。ただですね、根管というのはまっすぐじゃなくて斜めになってることとかもありますし、こちらですね、器具が入りやすいようにフレア形成ですね、少しこう広げてあげる必要があるんですね。この手順をですね、しっかり覚えていただければと思います。このフレア形成で根管孔をまあ明示してですね、上部の拡大していきます。こちらですね、フレア形成する器具2つ答えてくださいというような問題もありますよね。こちらがピーソーリーマーとかゲーツグリテンドリルですね、こういったもので使います。そしてですね、この後根管長測定ですね、その際はこう根管を穿通ですね、この穿通するっていうのが結構その治療の予後に影響するって言われてます。この穿通がですね、できないとなかなか治すのが難しいとか言われて、まあ近年いろいろなね、話もあるんですけど、基本的にあくまで現時点の国家試験では穿通してですねやるということです。そして作業長決定ですね、まあその作業長決定というのはいくつかの方法もありますよね。こちらはですね、実際この根管からこの作業長を決定していくわけですね。その後に根管をこう拡大ですね、こちらは例えば抜髄であれば歯髄取ると、で感染根管治療であればその感染脂質を取ると、目的が違いますけども、まあ後にですねこの拡大して、その後根管充填ですねしやすいように、形成、根管を形成していくわけですね。早速ですね、まず問題の方をちょっと見ていきたいと思うんですけど、こちらまず根管数の確認をするのにどれかということですね。根管確認するにはですね、まあこちらの選択肢見ていきましょうかね。広報法っていうのは、まあ唾石症とか見ると思っていただいて全体ですよね。広域法っていうのはですね、上と下の歯同時に見れますので、多発右食とかですね、辺縁性歯周炎とかそういったものも見れますね。ウォーターズ法というと、上顎動とか上顎骨を見るということですね。結構上顎動炎とかで皆さんイメージありますよね。そして変身投影、根管というのは例えば、ニコンとかあってですね、
そのまま同じ方向でこう被っちゃうことありますよね。そういう時はこういう変身投影でずらして見たりできます。コンピム CT は根幹見れるっていうのを皆さんねよく覚えてらっしゃると思います。そしてラバーランボイス法の目的、まあこちらいっぱいありますよね。先ほどねお教えしたこう例えば唾液排尿を防ぐとか軟組織を保護するとかそういう目的あります。ただですねこの歯軸が分かりにくくなるっていうのがデメリットなんですね。歯軸が分かりにくくなるのはデメリットなんで覚えておいてください。ですからこちら軟組織を保護するということが答えですね。ラバーランボイスで髄質開口を行うときに偶発症はどれかということですね。こちらはですねラバーランも先ほど通り脂質が見えなくこう歯軸がですね分かりにくくなったりするんですね。上から見ていくと皮下機種っていうのは空気入っちゃうやつですよね。で器具のを飲んでしまう、むしろ飲みにくいですよね。そういうのを防ぎますよね。器具の根管内破裂でも関係ないですよね。 E の軟組織の損傷、むしろ軟組織保護しますよね。こういう歯軸とか分かんなくなって、髄小底を先行してしまうということですね。その時にですね気をつけてください。根管処置でですね、隔壁の、接近先立ち確認するもの、これ先ほどお話ししてしまったんですけど、まず隔壁作るときはですね根管孔をこのどこにあるのか、確認しないとそのままですね、特に脂質の崩壊が激しいときに、やってしまうとそのまま根管孔を埋めてしまったりして大変なんですね。まずしっかり確認してください。そして高齢者の大臼歯で抜髄するときに気をつけること、高齢者っていうのはですね例えば歯髄腔、こちらちっちゃくなってますよね。そしてですね造血流とかもできたりします。そして点外と髄小底が近いんですね。この点外と髄小底が近いっていうものがすごい重要なことです。その次ですね根管拡大中に形成した裂地の修正で正しいものってありますね。裂地っていうのはですね例えば根管が特に湾曲している場合、そのままカーブにですね沿わずにこう例えばステンレスとかですね上からフレア形成不十分なままですねやるとそのままの方向で入ってしまって、この方向の根管と違う方向に、行ってしまいます。そういったもの立地ですね。そのまま、脂質をですね出てしまえばパーフォレーションですね先行してしまうわけですね。そういうものをですね、まあ、防ぐにはどうするか、まずそのためにはやっぱりしっかりとしたフレア形成ですね、入り口の、ところを広げてこの湾曲根管とかですねこの根管をなるべく直線に可能な限り直線にしていくということですね。そしてですねまたプレカーブですね、プレカーブっていうのはこの例えばステンレスのですねファイルをこう曲げてですね根管の形に、合わせてですねやるということですね。その次根管形成においてフレア形成を行う理由なんですけども、こちらは先ほど通り、まあ、器具を到達しやすいということになりますね。またですねその後後に根管充填していきますよね。そういった時にも、緊密化ということでできます。その次ですねこの根管の、形ですね作っていく時にですね、まあこのアピカルシートですね、アピカルストップとも呼ばれますけど、こういう言葉とですねアピカルカラーという言葉を覚えておかないといけないです。アピカル、シートはですねこちら下の部分ですね、マスターポイントを入れた時のこの根管はこの下の部分ですね、その部分はアピカルシート、アピカルストップと言いますね。それがあることによってマスターポイントがこう溢出防止になります、出るのを防ぐということですね。またですねアピカルカラーっていうのはこの側面ですね、マスターポイントの根線付近の側面のことを言います。これはマスターポイントの保持に役立ちます。その次にですね小児歯科と、少し含めてですねお話ししていきますと、根管安定期の、根安定期ですの乳歯と、根の感染の永久歯の歯内療法で違うものはどれですかと。あれこれ皆さん結構歯内療法というとあれ同じなんじゃないですかってなるんですけども、気をつけないといけないのは、こちら乳歯の場合はですね水酸カルシウムですよね。永久歯とかですと皆さんご存知よかったばあちゃん、つまり、そういった違いがあるわけですね。そういったものにですね何が影響してくるのかということですね。インピーダンスとかですね根管長の測定、根管拡大、こういう手技はですね一緒ですね。気をつけるのはこの根管の形成ですね。でここで皆さん結構間違いやすいんですけど、根管拡大、広げることですよね。根管形成はその根中のために形作ること、少しですね、まあ、すごいほとんど同じような感じなんですけど、厳密に言うとちょっと違うんですね。やっぱり根管形成の方はですね充填のため、後の、充填の形態になりますね。このようにですね本日はですね手順を、基本的にご紹介してきました。皆さんですね細かいとこ最初申し上げたんですけども、結構できるんですね歯内療法。その代わりこの全体像、例えば根管孔とか電気症測定ですね、こういう順番がですね一部あやふやとかあるんですね。
しっかり皆さん覚えてください。東京レンタルスクールではですね、大学の1年生から6年生、そして国家試験浪人生、マンツーマンでですね、丁寧にですね、進級や CBT 国家試験対策を行っています。例えば大学が終わった夕方5時とか6時から週1回2時間や3時間とかでですね、対策しています。また土曜日、日曜日、祝日はですね、こちら全国から東京にご来校いただき、対策を行っております。また、こちら近年ではですね、オンラインのシステムですね、用いて、マンツーマンでですね、全国、対応して、定期試験や CBT、 そして他の予備校とのですね、併用というものも非常に、当スクールでは多いので、皆さんですね、わからない問題とか、この問題は難しいからデンタルスクールでお願いしようとか、結構そういう、柔軟にですね、対応しています。またですね、執筆させていただきましたカナビはですね、全科目を一冊にした教科書です。そのためですね、例えば低学年のうちからこの勉強はどこやればいいんだろうとか、 CBT とか卒業試験、国家試験などですね、最終確認など使っていただけます。こちらはですね、大変人気を博しておりまして、版を重ねておりますので、最新の版などをご確認参考いただければと思います。こちらはですね、またですね、正問題集や臨床実地問題集など、東京レンタルスクールではですね、皆さんのですね、さまざまな、バックアップ教材を、ご準備しています。ぜひ何かありましたらですね、お気軽にご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。